次はカジュアル。はい。どれぐらいカジュアルなんやろ。おーい。ハンドガン一発で頭パン。一発じゃないですね。爆発する。ただ見てください、わかりますか。めちゃくちゃエイムが吸い付くんです。ほんまに吸い付いてる。吸い付くんです。おお。もうどんなガバでも。スーッと頭の方にも行くんですよ。よく見るとヘッドも簡単に行くんです。どうですか、ゴーちゃん。快感。懐かしい。懐かしい。期間中じゃないですか。薬師丸ひろ子さんデビュー作じゃない。ゴーちゃんのプレーに余裕が出てきましたよ。そうですね。あれだけ吸い付くとなれば。もうだからスピードが全然ちゃうもん。本当に。早い早い。いや待って、あれだったら僕は何のストレスもなく。だいたいヘッドとか入れると。ハンドガン4発ぐらいで倒されましたけどね。そっか、一発にもずれてたもんな。それぐらい本当に低くなる。走れば間に合う。もう全然、だって顔に笑みが今一瞬こぼれましたもんね。あ、なるほど。焦りがないんだ。もう当たることによる、うん、あ、それで恐怖が抑えられる。抑えられるのかな。ちなみに私も回復薬 2,3 回ぐらい使ったかどうかも分かってないですけど、それぐらいで全然いけたんで。本当ですか。カジュアルの同じとこやないか。あ、これ天丼的なあれですか。いや、やっぱね、あれはもはや天然ですよ。丼じゃなく粘。あ、粘です。あら、粘ですね。もう後ろに興味があって、ずっと後ろで吠えてるのに。来た、こいつだ。おお、すげえ当たる。すごいですよね。こうずっと追ってくれるんですよね。エイムが一瞬にして吸い付くだけじゃなくて、追ってくれるんで。やりやすい。あれ、なんか、あれ、あれ、どうしました？求愛されてますよ。OK！ よー、楽。この差はでかい。傷つくことなく。じゃあ、ちょっと行きましょう。出ましょうか。どれだけ違うのか。いや、すごい楽。おい、で、全然違う。全然違う。あっちの同じ動きだよ。あそこで、あれ。ただ全然怖くない。その左下のところにまた早くなるところがあるんで、そこからその中でしたっけ。この下とかにもあれありませんでした。あれ、そう、サバが。ツイッターみんながガバっていうことで盛り上がってる。危ない。おいしょ。方向感覚もガバって言われてそうですね。おお、なんか来たこれ。敵でも。だってここまで、そうですよ、やられてもまだこのぐらいなんですよ。まだガッて赤くならないんで。オッケーオッケーオッケー。よし、これ得意得意得意。ああ出た。もうちょっと集まって。で、そう、打ちたいのにエイムがひっついちゃうんですよ。敵の。